メーカーが高い税負担にあえで、少しでも、あの、安く提供するために。どう、どうしたらいいか、いろいろ考えて、考えた結果が。酒税法上のビールに当たらない。ビールに似たお酒を作るという、こういう、あの、ところに、行かざるを得なかったわけですよ。一般の市民の方はどうしても、その値段の安い方に移行していく。そうするとビール全体の税収が。 やっぱ落ちち込んでっちゃうそれでまたかけてもまた次のが出てくるから結局効果がないでそんなことにやってるうちに全体が地盤沈下して、まあ、安売りでこうんていうか売っていくしかなくなる全く無駄なことと間違ったことの繰り返しでいたちごっこですよ完全ないつまでもビールは高級酒だっていうねあのそういう前提の税率であり続けた たかった財務省の思いがここまで事態を悪化させたわけですよ。やっぱ時代とともにね、全戦を見直さなきゃ。 その原因が酒税だったとしても結果としてこういうさまざまなアルコールの種類が出てきたこと自体が悪いことかと言われるとそこはどこまで消費者のニーズにかなっているかどうかというところにかかってくると思います。ビールメーカーとして見ればある種のビジネス戦略として新しい分野を開拓したとでたまたまそれは税金が安かったという理由で非常に生産コストも抑えられたという面もあると思いますし消費者から見てもあるあのカロリーオフであるとかですねあのプリン体ゼロとかですねやっぱり自分たちの,その,なんとかあのニーズ あった新しい製品だという認識は確かにあると思うんですね特定の財価特定のものにをターゲットにした税というのはそれに近いだけどその税は免れるようなあるいは安く済むようなものの開発あるいは消費を促していくわけなんです何がいけないかといえばそれは特定の分野ビールなビールといったところに,にをターゲットにしたような課税 贅沢品に対する課税からですねやっぱりその健康のための健康促進のための課税というふうに目的が変わってきてるわけですからそらくその範囲で主税のあり方を考えていく日本市場で一定の利益本来なら上げられた利益っていうのがどんどん落ちていくでその利益を使って本来ならもっと海外に売って出れたかもしれませんよねと。 海外メーカーと日本メーカーで格差が大きく開いたっていうそういうふうにも言えますよね。新興国のビール市場も伸びなくなってきたその中で再度海外メーカーは M&A っていうところに選択肢を求めてるわけですよね。でそうなってきたきに例えばじゃあ日本も、ね、明らかにこう買収されるそういう市場になるかもしれませんよね。ただそこには酒税っていうちょっとこう複雑な海外とは違う問題があるんでそこがある程度クリアになってくると。 まあ、日本の市場の、まあ、将来見通しというのは立てやすくなるはずなので。いくら伸びない市場ではありますけれども、それなりのここで、ね、まあ、朝日ビールも筆頭に利益を上げてますよね。収益性高いですよね。ビールだけ見ると、狙われてもおかしくないですよね。